おい、見失った。あいつ早すぎる。おい、なんだあれ。なぜここに？あ、仙人たちだ。どうして軍玉閣にいるんだ？七星と喧嘩したって聞いたけど、もう解決したのか？互いの不満は一旦置いておいて、今は共にリーユエを守るべきだと、そうなったのよ。ふん。なるほどな。何も距離が離れてるのに、あの渦の魔人をチラッと見ただけで息が詰まりそうだ。戦艦軍の新兵たちは立ち上がることすらできないわ。上古魔人の威圧は一般人にとって有害なようね。だからこそあの化け物をリーユエ校に近づけさせるわけにはいかない。怖い。2000年前の魔人戦争はこんな敵と戦ってたのか。今ここにいる七星、戦艦軍、それと仙人たちの力を合わせればあの魔人を倒せそうか。話し合ったけど、それはわからないわ。嘘だろ。七星だろ。何か方法はないのか。方法はある。え、奇襲機の件で七星を悩ませたようだな。せっかく奇襲機を作ったわらわがこの場にいるのだ。仙人の装置、凡人にはわかるまい。だがわらわが少し手を加えれば、想像を超える改良もたやすいこと。これも仙人との縁かしら。ここにいる仙人たちも装置に戦力を注ぐことができるはずだし、これで新奇襲機で魔人と戦えるわ。善は急げ。今が決戦の時よ。作戦開始。